はい、トータルティーの竹島です。久しぶりに自分にカメラを向けて、動画を撮ってます。最近は、コロナで世の中大変で、こんなマスクをしたりですね、する人がほとんどですが、今まあ部屋の中でマスク、一人だけなんで、マスクする必要ないんですけど、ちょっとひげ面だったりとか、頭が薄くなってきて、ちょっと薄くなってきて、なんかボサボサなんで、こうやって帽子して、で、マスクしてやれば、恥ずかしくないかなと思ってやっております。まあそういうわけで、今からちょっとお話をちょっと進めていきたいと思います。で、今回は、YouTube のメンバーシップっていうのを、始めてみようかなと思ってこの動画を撮ってます。で、結構動画、この紹介動画を撮らないと次に進めないっていうところに行き当たったので、恥ずかしいと思いつつも撮らないといけないと思って、まあ自分の姿も久しぶりに皆さんに見せるのもいいかなと思って撮ってます。結構昔はっていうか、自分的な若い頃は、YouTube やってもちょっと最先端的であれだったんですけども、まあそれから随分と年月が経って、今は YouTuber っていう人がいっぱいいてですね、広告がダッと途中に画像に出てきて、その広告を消すのが仕事みたいな、なんかいろいろと知りたいことを YouTube で調べて、で、分かりやすく説明してくれてる人の動画を見ながらいろいろと勉強ができる、ただでできるみたいな、そんな時代です。ただまあ広告がちょっとうざいみたいな、消したいみたいな、 YouTube プレミアムっていうのに入るとなんか広告が出なくなるみたいなんです。それ自分入ってません。なので消してます。で、自分が動画をアップする時も、なんていうか、広告があまり入らないように頑張ってるっていうか、広告を入れないように頑張ってる。でもまあ見てる人は途中に5分が入る人がいるのかちょっと分かんないですけど、まあだんだんと時代についていけなくなったジジイになったトータルティーの私であります。で、自分はエアブラシっていうもの、こういったものを、にはまってしまった男っていうか、エアブラシ始めて、今50、やがて54歳になるのかな、54歳になるんですけど、20歳ぐらいの時からエアブラシっていうものを始めて、で、わかんない、全くわかんないとこ始めて、で、現在に至る。で、現在でも、まあ、わかんないところもいっぱいあるんですが、とても、いい、まあ、エアブラシに、と出会って、とてもいいことが、が続いてるので、楽しく続けられてるような状態です。で、ちょっと話戻しますけど、メンバーシップっていうのが始まって、まあ結構しばらく経つのかな。で、メンバーシップっていうのがあると。で、YouTube プレミアムっていうのはなんか広告が入らないのかな。で、メンバーシップっていうのはまあそれとは別で、お金を、YouTube プレミアムもなんか月額いくらとかって払ってくるのかな。で、YouTube のメンバーシップっていうのは、その YouTube プレミアムの広告が入らないようになるっていう、それとはまた別に課金で、月額いくらっていうのを払っていって、好きなチャンネルに 自分の思ったファンのチャンネルに、普通はチャンネル登録だったのが、そこの横にボタンが一つ増えて、メンバーになるっていうボタンができて、で、そこのメンバーになると、なんかコースが現れて、なんか今は5つぐらいまで、5段階ぐらいまでできるような感じですけど、まあ、今とりあえず2つ設定して、自分一番安い90円っていう、月額90円っていうやつと、その次のやつで490円とかっていう設定をしてみました。で、その月々その90円なり490円なりを払ってくれてる人に向けて、エアブラシのことを、まあ、楽しみながら、自分も勉強させてもらいながら伝えていきたいなと思っております。
でお金をもらうからにはまあまあ、 仕事っていうかプロとして頑張っていかないといけないなと思ってるんですけども、まあ自分が動画を上げていくような部分っていうのはほとんどほぼほとんどエアブラシのことです。で、今はまあ YouTube 見てるといろんな方々がエアブラシのことを伝えてくれているので、すげえなって思います、で、女の人のアイドルみたいな人が出てきたりとか、なんか模型店の、をやってる若い人たちが楽しく伝えてくれてたりとか、いろいろ見ます、まあ日本だけでなく海外でもそういう動きがあるんじゃないかなと思いますけども、自分の場合はオリンポスエアブラシっていうものをいっぱいたくさん抱えてまして、100年経っても売り切れないような200年経っても売り切れないようなとても大きい在庫を抱えてるんです、で、まあ、通常のエアブラシブランドのだったら、まあ、数箱倉庫にあって、でそれを世の中に模型屋さんなら模型屋さんに、まあ、何丁か卸したりとかってやって、で模型屋さんがそれを、まあ、仕入れたものをお客さんに販売する、でフォローしていくっていう状態だと思うんです。でアマゾンとかなんかヤフオクとか、いろんなところかでエアブラシがダーッと出てきますんで、そんな中からいろいろ買って楽しんでいってもらえればなとは思ってるんですけども、大切なことがあって、エアブラシってエアブラシこれだけがあってすぐにうまくいくかって言ったらなかなかそうはいかないんですよね。でエアブラシっていうのは売るお世話する側も売っておしまいじゃなくって、売った後にちゃんとお客さんをフォローしていかないといけないというところがあるんです、でそれがまあ自分は大切だと思ってて、まあそれをやってきて喜ばれてるもんで、まあ今まで仕事としても続けられてるのかなと思います、でもねエアブラシのノウハウうまく扱っていくような技術的なノウハウとかっていうのはなんていうのかな、まあ、そんなに今考えてみるとそんなに難しいものではなかったんだなって思うことがたくさんあるんですけど、パソコンがみんな今の世の中パソコンとか携帯スマホとかみんなやってるようにだんだんとなんかもう無料化になっていくんですね、もうどん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 広がっていくごとにもう厳しくなってくるというか、それをお世話したりとか商売していく人にとっては、で無料化どん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 無料化になっていって、ほんでライバルも多くなってきて、そこで競争し合う、今の YouTuber を目指してる人とか YouTuber やってる人はめちゃめちゃたくさんいますよね。でめちゃめちゃたくさんいる中でまあまあいろいろとやってそれでお金を稼ぎたいみたいな人がたくさんいるような世の中ですけども、自分はまあこのエアブラシっていうものに関して結構自信があるっていうか、絵がうまいとか塗装がうまいとかっていうそういうような感じで自信を持ってるわけではなくって、まあこれのエアブラシのことを分かりやすく教えていけるっていうような自信は持ってるんです、で責任を持ってサポお客さんうちからこのオリンポスのエアブラシを買ってくれた人に向けてサポートをしていきたいというふうに考えてるわけです。ででもね、ヤフオクから買ったとかアマゾンから買ったとかっていうで、うちはその卸してもないし、その人知ってるわけでもないのに、そのオリンポスのエアブラシが世の中にいっぱい世界中に出ててですね、で自分に利益が入ってないのに問い合わせっていうか質問の電話とかメールとかがいっぱい来るんですよ毎日。それがまあそれを相手にするのが仕事みたいになってるんですけども、まあ自分はそのために譲り受けた人譲り受けたんであればその人からサポートしてもらってください。まあ模型屋さんから買ったんだったら模型屋さんからサポートしてもらってください。ホームセンターだったらホームセンターのその売った方
からサポートしてもらってください。自分はすいません、今回のあなたの持ってるエアブラシについてはこっちに利益が落ちてないんで、ごめんなさいって、適当な返し方になっちゃいますけどすいませんみたいな感じでやってるんですけども、でそんな中で YouTube に動画をハウトゥー動画を上げていくと誰でも見れるので、まあまあそのノウハウだけ持っていかれるみたいな、そんな感じの時がよくあるんです。で会員限定とかのそういう会員の人しか見れないような、お客さん、お世話になってるお客さんだけが見れるような仕組みっていうのができないかなってずっと考えてて、でまあまあ最近知ったのがメンバーシップと、でいろいろと他にもあったりするんですけども、いろいろと比較してみて、あ、この仕組み面白い、いいかもなって思って、とりあえずやってみようということでこういう動画を撮ってるわけです。はい、ちょっと話長くなってきたんで、ちょっと頭の中で整理するためにちょっと一旦ビデオ切ります。すいません。はい、それで YouTube のメンバーシップっていうのを知って、でそれをやってみようかなと思ってこの動画を撮ってるわけなんですが、その YouTube のメンバーシップの仕組みを使ってうまくエアブラシのいい部分とかも皆さんに知ってもらったりとかっていうことを考えてます。で、メンバーのになった人だけに伝える動画とか、あとメンバーシップの中でもランクがあって、その月額いくらっていうようなその金額の多く払ってくれてる人に対してはさらに特典をつけてっていうような感じで、まあ自分も生活あるんで、仕事としてやってるんで、ボランティアではないので、そこまで余裕ないので、仕事としてやってるんですが、その金額なりのちゃんとしたお返し、とか特典をつけてお客さんに喜んでてもらって仕事にしていきたいなと、でメンバーシップがいい仕組みかなと思ってやってトライしてみるっていう感じですけど、まあ自分はどこにも逃げないし、ずっと死ぬまでエアブラシをやりずっ と関わり続けていくと思うんで、その辺はこうやって見てもらえたりとか、これまでのやってきたこととかをネットで見てもらえ、調べてもらえればわかると思います。で結構エアブラシをやると面白そうだってやる人と、あとは仕事になるかもしれないってやって、で仕事として取り組んでいくんだけども辞めていく方とかも結構いらっしゃって、で一旦辞めてもまた戻ってくる方もいらっしゃって、いろいろなんですが、とにかくまあ奥深いエアブラシっていうか、簡単なようで難しい、難しいようで簡単とか、まあ、絶妙なバランスのエアブラシなわけなんですよ。でそれをみんなで楽しんでいきましょうっていうことを伝えたいわけなんですけど、いいとこいっぱいありますよっていう感じです。男磨き、女磨き、人間磨きができるという、とてもいいとこばっかりのエアブラシっていうふうに自分は思ってますが、まあでもなかなかそんな甘いもんじゃないっていう、ところ、まあそこが面白いっていうわけですね。でメンバーシップ、ごめんなさい話長くなってで、いっぱいエアブラシがあって、エアブラシとかも日本製のやつばかりじゃなくって海外製のやつもあったりして、で安いエアブラシ、コンプレッサーとセットになって1万円切るようなものもいっぱいあったりしてっていう時代になってきたんですけど、オリンポスのエアブラシってとても良くて、で日本製なんですけども、でそれを自分は製造したわけじゃなくって、オリンポスのエアブラシの会社を引き継いだ、まあ自分は株式会社とかそんなんじゃなくって個人の事業、一事業主なんですけども、まあオリンポスの全在庫を買い取って、でそれをお世話してるわけですけど、いつかはなくなるわけなんですよ。まあ100年200年ありますよっていうようなお話してますけども、まあ例えばですね、爆発ヒットしてみんなエアブラシやりたいってなったら、もう1ヶ月も経たないうちにうちのある全在庫が出ていくでしょうね。それぐらいのその
爆発するかもしれないっていう、そんなドリームも秘めたあのエアブラシだと自分は思ってます、うん、で、そのエアブラシを製造してるわけじゃないんですけども、その製造してる工場というか会社にしてもエアブラシずっとやってきて、で苦労もしてきてやってきたわけなんですけども、なかなかうまくはいかないエアブラシの世界っていう部分が、まあ、仕事としてやると特に厳しいんですよ、うん、で儲かると思ってやったけど消えていくみたいな会社さんとかもいっぱいあるんです、うん、でそうやって考えたって、自分はまあ20歳の頃から今までやってきて54やがて54まで、まあ、30年以上ですね関わってきて、ほんでやっぱりいいもんだから、ほんでいいエアブラシ、日本製のいいエアブラシっていうのを、まあ、ずっと続いててほしいなって思うもんで、自分自身でエアブラシ作れないかなっていうことをここ数年前から考え始めました。でそういうエアブラシ、夢の自分が考えた、みんなで考えた、仲間と一緒に考えた夢の自分たちのエアブラシっていうのを製造したいなと思って、でそうするとお金が必要になってきますよね。機械も買わないといけないし、勉強もしないといけないしっていう、まあお金がかかってくるわけなんですよ。でそれでそういうお客さんから収入を得て、でそういうお金を積んでって、将来的にはいいエアブラシが作れないかなって考えてます、うん、決して無理では不可能ではないっていう風にして思ってやっていけば進んでいくって思ってるんで、うん、でとりあえずその今メンバーシップの話なんであれですけども、90円の月額と490円の月額っていうのをセットしてやって、とりあえずはやっていきたいと思いますんで、それで毎月払ってくれて、で辞めたい時は辞めればいいんです。この人嫌だとか嫌いになったとかって、さっぱりやめてもらっていいんです。また復活もできるみたいですし、うん、で自分のいろんな形でエアブラシのことを広げて、いいこといいですよって、楽しいですよって勧めさせてもらってるんで、いろんな形で入ってきてもらって結構です。だからオリンポスのエアブラシじゃなくても、他のエアブラシ持ってても、この人の YouTube 動画見て楽しみたい、勉強したいとか、うん、日本製のエアブラシって使ったことないからちょっと使ってみようかなとかっていうので入ってきてもいいですし、どんな形でもいいです。とりあえず自分はエアブラシにハマってしまった男で、仕事としていろいろとやってる、関わってるんで、皆さんにいろいろとプレゼンできることがありますよっていうことなんで、うん、そういった中での、まあ、今回はメンバーシップをちょっと始めてみますよというお話です。で、まあ、あとはリモートで、リモートオンライン教室で学べるエアブラシ教室とかね、うん、まあ、最近コロナで、結構大変なんで皆さん、でおうち時間とかステイホームとかで、まあ、マスクをしないといけないとか、いろいろあるじゃないですか。で大変な時なんですけども、そんな時に、おうちにこもってエアブラシをやるんだけども、わかんないな、ちょっと一人じゃ心細いなっていうような人が、まあ、自分を頼ってくれて、で自分が、まあ、YouTube の限定動画なり、まあ、無料で、もちろんも無料で公開してる動画なりで、YouTube のメンバーシップの限定動画が見れるのは90円のやつで、490円のやつは、まあ、その横に動画ライブ配信っていうんですかね、ライブ配信してチャットが出てきて、お互いにやり取りしながら、自分もチャットを見ながら、ああ質問出た、こんな質問についてですけど、こうですよみたいな感じの、やり取りとか、まあ楽しくやっていきたいなと思ってて、まあ90円490円をもらってる10倍100倍1000倍の値があるみたいな噂っていうか、そういうような風になれるように頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。とりあえずはやってみますんで、長々と話してすいませんごめんなさいまあそういうことです。いろいろと自分についてくるといいことがあるかもしれませんよっていう話です、うん、で、いや
竹島こいつ怪しいぞっていう、こうそういうふうに思われる方はどうぞ他で皆さんとエアブラシ楽しんでてもらっても全然結構ですの で, であとはオリンポスエアブラシっていうのいっぱいありますよ。で製造に向けて今向かってますよ。だからみんなでエアブラシもっともっと楽しんでいきましょう。みんなでエアブラシの良さ広げていきましょうっていうようなそんな気持ちですので、はい、長々とすいませんでした。以上、終わり。はい。